ネットワークマナージャーは、ライブデブや、その他の Linux カーネルインターフェース上で動作し、高水準のネットワーク設定用のインターフェースの提供も行うデーモンである。ネットワークマナージャーは、ネットワークをより簡単に使えることを目的とした、ユーティリティソフトウェアで Linux Distribution や、その他の Unix 系オペレーティングシステムで動作する。Linux カーネル、 ネットワークデバイスドライバとネットワークスタック。ユーティリティプログラムは SCI を介して、カーネルの各コンポーネントと通信をする。コンピュータが互いに通信を行うために、IEE802.3、IEE802.11,IEE802.15PPPOE、PUPOA、e、など様々な通信プロトコルが存在する。ネットワークに接続する場合は、ネットワークカードに、 適切な設定を行う必要がある。モノリシックカーネルの場合、すべてのデバイスドライバはカーネルの一部であり、ハードウェアはデバイスドライバを介してアクセスされる。Linux などの UNIX 系オペレーティングシステムの場合、デバイスドライバのインターフェースとしてデバイスファイルが利用されている。すべてのデバイスファイルはデイブディレクトリに存在する。従来の Ethernet ハードウェアのデバイスファイルは、 s0 S や s1 と呼ばれていた。システムで以降は ESP4S0 などの名前が付けられるようになった。Web ブラウザ SSH、NTP などのユーザー空間にあるものはすべてデバイスファイルを介してハードウェアにアクセスする。Linux やその他のユニックス系オペレーティングシステムでは IFKINFIG や IP を使用して IEE802.3、e、と IEE802.11 のハードウェアを設定する。利用方法については、万ンページを参照する。これらで行った設定はカーネルに直接設定され、直ちに反映される。再起動をした場合は再度設定をし直す必要がある。シャットダウン後にも設定を維持するためには、PID1 で実行するプログラムが使用される。システムビニットでは、 シェルスクリプトとバイナリプログラムを使用し、シストムィでは独自の設定ファイルを解析して使用する。ネットワークインターフェースの設定は、エトセトラ、ネットワーク、インターフィセスに、DNS サーバーの設定は、エトセトラ、リザルブ、カンフに保存される。エトセトラ、ネットワーク、インターフィセスでは、使用する性的 IP アドレス、または、ダクライアントを設定することができる。また、 VPN の設定も行うことができる。設定を変更する場合、DHCP では自動的に行われる。しかしながら、公衆無線 LAN の普及などにより DHCP などを利用した動的なネットワーク設定を行うことが一般的なものになっている。ブートップは、このような目的で使用された初期のプロトコルであり、現在はその上位互換プロトコルである。DHCP が、 一般的に利用されている。多くのユニックス系オペレーティングシステムには動的なネットワーク設定を行うためにダクライアントが利用されている。比較的静的なネットワーク設定か単純な動的なネットワーク設定の場合、ダクライアントによって構成された静的なネットワーク設定は問題なく動作するが、ネットワークやネットワークトポロジーが複雑なものになった場合には、 すべてのネットワーク設定を集中管理することが重要になる。ソフトウェアアーキテクチャネットワークマナージャーは2つのソフトウェアコンポーネントが存在する。ネットワークマナージャーデーモン、接続の管理と変更の報告を行うソフトウェア。GNOMEKDE ZAFS、LXQT シナモンなどのデスクトップ環境向けの GUI フロントエンド。これらのコンポーネントは 適切に移植ができるように設計されており、アプレットは f r e d e s k t o p o r g のシステムトレイプロトコルを実装するデスクトップ環境で利用できる。コンポーネントは d バスを介して通信をするので、アプリケーションはリンクで対応するかき損のアプレットを置き換えることが可能となっている。ノベルがスセリナックス向きに開発した KDE 向けの フロントエンドであるネットワークマナージャーはこの機能を利用している。GUI フロントエンドと CLI ネットワークマナージャープロジェクトは Linux ユーザーの近代的なネットワークをより簡単に利用したいというニーズを実現するために2004年に RedHat によって開始された。ネットワークマナージャーは日和み的なネットワークの選択を行い、ネットワークに障害が発生した場合や、 ユーザーが移動しながら無線通信を行っている場合に最適なネットワークに接続しようとする。ネットワークマナージャーはユーザーが接続したことがない SSID よりも以前に接続をしたことがあるアクセスポイントを優先する。アクセスポイントが暗号化されていた場合 WEP キーまたは WP キーの入力を求めるようになっている。ネットワークマナージャーは Dbus と HAL を利用する最初の主要な Linux デスクトップコンポーネントの一つである。2009年6月以降、ネットワークマナージャーは HAL に依存する必要がなくなり、2014年の0.9、10以降は、ルートユーザーとして操作するために d b u s ーモンを実行する必要がなくなった。ありがとうございます。